いよいよ今日はみんな大好きな犬種ブービエでフランダースについて話すよ。この犬種、まず見た目が超可愛いんだよ。ふわふわの毛にふわっとした顔立ち、モフモフ感がたまらない。それだけじゃない、実は歴史もめちゃくちゃ興味深いんだ。もともとは牧羊犬だったんだけど、第一次世界大戦では信じられないくらいの勇気を見せたんだって。敵の手紙を運ぶために駆使されたり、召使いの手を借りずにドアを開ける仕事までやっちゃったり。賢くって勇敢な犬なんだよ。食事のこと、この子はかなりの食いしん坊で有名なんだ。飼い主の食べ物を盗むんだけど、その表情がいたずらっぽくて可愛いんだって。さらに超人ならぬ超犬で、驚きだけじゃなくって癒しも持ち合わせているんだ。一度ブービエでフランダースの愛らしい顔を見たら、あなたもきっと虜になること間違いなし。